请你们看他的影片。新年快乐！新年快乐！恭喜发财！红包拿来！给我红包！给我红包！给我红包！今天我来到这里，这里的拉面店，那个北海道的拉面，台湾 engine って書いてますね。250、270、290、270、29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 0、
160、170、180、どれにしようかな。これでいいや。炎の味噌ラーメン2011。エンジン行ってみたいと思います。あ、U A。あ、台湾エンジン。お、大盛りにしよう。特大かな。我想点这个，然后特大。特大。味噌ラーメンですね。ジャーミンは大盛りはこっちに来て半分食べたら入れてねって感じでした。うまそう。おしゃれなこんな感じの器に入ってました。いただきます。うまっ。普通にうまっ。結構もちもちしててうまいです。めっちゃうまかった。スープも飲み干しました。クロスがあるのいいね。だいたい10分、15分ぐらい待ちましたけど、お持ち帰りはできないみたいです。いやここめっちゃ美味しい。だけどちょっと15分ぐらい待たないといけなかったので、まあちょっと時間かかりましたけど、でも人気で満席でしたね。値段の方が250元で、台湾のだいたい僕がいつも食べてるのが130、40元ぐらいなので、まあ2倍はしないけど2倍いくかいかないかぐらい、まあちょっと高いです。毎日食べてるとちょっと食費がだいぶかさむけど、まあ月1とかでラーメン食べたくなるんですよ、やっぱり。なのでそういう時に、このラーメン屋とか、他にも台北市内にも支店があった、こっちが支店か、台北市内の方に本店があるみたいで、その住所とかも下に書いておきます。でもね、やっぱラーメンはね、めっちゃ日本人にとって食べたくなるんで、ちょっと高くてもやっぱり食べますね。他にもラーメンのおすすめとかあったら、ぜひ台北のラーメンおすすめ教えてください。それではバイクか。肘をかっけー。